パレスとビビアン。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回パレスとビビアンの T シャツを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、見ていきますね。見ていきます。もう相変わらずこの袋やな。パレスさんはビビアンでやろうが、もう袋やな、これな。ビニールの時もあるしな、なんかな、これな。ちょっと開けるわ。開けるわ。雑いけど、ちょっと開けるな。いや、なんでかって言ったら、あのな、冊子入ってたら嬉しいなと思ってんのよ。店舗で買ったけど、なんか冊子入ってたやろ、なんか。入ってたらいいなーって思ってるけど、なんかどうなんかな、これ。ちょっと待ってや。まず、お T さん。お T さん。お T さんな、これ。目当てのお T さん。あって、まあまあ納品しようかな、これ。納品書だけ入ってます、紙の。ないです。ないです。まあまあ、これしゃあないわ。もうこれちょっとな、丁重に取るわ。高かったからな、これ。T シャツ高かったからな、これ、丁重に取る。俺、こういうの大事にするタイプやから。で、結局、引っ越しとかなんかしたら、なくなってんね。だけど、一応綺麗にする。これ取れるんか、これ。取れた。こんな感じ。はい、ついてますね。はい、これ。パレスビビアン。いいね。置いとこ。まあ、全部置いてるよな。で、こちら。タグ。いいっすね。パレスの S サイズ買いましたね。パレスビビアン。ふっ。ふい。来たこれ。いいんかなこれ。大丈夫かなこれ。ちゃんとリングしてる。リングしてて、あの、このビビアのマークもある。でもパレスさん的なもんないんかなこれ。ないんかな。結構上質な、まあまあお高いか、上質な T シャツになってますね。上質な感じやな。ちょっと、ここどうなってんのこれ。裏面。はい。バックプリントは何もない感じっすね。何もない感じ。なんかあったら嬉しかったんやけど、何もないわ。で、これでドンと行って、これよく、これなんか手触りで分かった。ほら。これすごない。刺繍。それ、やっぱこれぐらい欲しいよね。値段的にはこれ。これ見て、刺繍で、ビビアンとパレス。これテンション上がる。刺繍やね。刺繍嬉しい。他はどうやろうな。で、こちら。はい、タグですね。タグ。こちら、パレスと、ビビアン・ウエストウッドとなってますと。はい、こんな感じ。で、はい、こんな感じになってます。ベトナム製ですね。で、コットン 100% となっております。はい。はい。まあ、上質やな。上質な T シャツって感じ。まあまあまあ、そこそこお値段するからな。これほら、はい、こんな感じ。いいっすね。こことかしっかりしてる。で、ここもまあまあ、しっかりしてる。しっかりしてますね。いい感じやな。これまあ、着てみてどうかやな。着てみて。いや、これがどうなるかやで。これはな、最初悩んだんやけどな、これ。悩んだけど、やっぱこれ、そそるよな。好きやからな。好きやからな。これもすごい、テンション上がったな。まあまあ、ここのタグもいい感じ。ほんま、これがいい。これいい。早く、着たいです。はい。着丈ですね。着丈の方が約71。約71となっております。身幅ですね。身幅の方が
約49、約49となっております。袖丈ですね、袖丈の方が約25、約25となっております。肩幅ですね、肩幅の方が約48、約48となっております。はい、ミチです。はい、ミチです。身長164センチの49キロです。どう？どう？なんかな、パイパイさんがちょっとな、垂れてるんかな、下向きかな、これ。下側についてる感じせえへん。どう？すっごいな、これ。ちょっともうちょい俺、鳩胸でいいねんけど、ちょっと下向き、下加減やな、これ。悪くないんやけど、下加減やな、これ。どう？ちょっと、別に普通にいけそう？出してそう？どう？出してる感じに見えるかな？出したらあかんねんけどな。どうなんかな、これ。で、刺繍が、これ。刺繍な。特別感ある。出してる感じあるかな？どう？可愛いは可愛いんかな？どうやろ？出てるよな。隠しとかなんかよな。で、こういう時に、ライダース着たらどうですかって言われとったんや。俺、ライダースちょっとな。ルイスの方一回着てみるわ。ルイスレザーを、着たらどう？まあ、隠せるもんな、ほら。若干、ピッて、たまにこう、ピッてできるもんだ。こう隠しといて、ピッてできるよな。あ、これいいな。いいよな、ピップエレキ版的にはいいよな、ピッてできるもんな、これ。いいよな、これ、もう悪くないんじゃん。どう？ピッてできるやんな。いや、どうやろ、これ。どうやろ、これ。俺な、これで会社行けるって言ったもんの、行けるかな、これ。いやー、ちょっと、僕、ショットも入れてみるわ。ショットも着てみる。あかんかんかん、なんか落ちた。ショットもな。ショットもな、もう怖いな、これ。これなんや、これ。チャッキーね。これ、ショット来たらこんな感じ。ショットの方がしっくりくるかな？ショットの方がしっくりくるんだ。どうなんやろな。これもう、ピッて出せるもんな。あ、常日頃こう隠しとったらいいもんな、これ。で、たまに、ピッてやったらいいもんな。これええやな、これ。どうかな、これ。いや、どうなんやろな、これ。反応がわからん。自分ええと思ったんやけど、反応がのまま、人の目は気にするようでせえへんような、するような感じやねんけど、ややこしいよな。いや、どうかなぁ。いや、でも、ぱっと見、わからんよな。どうなのこれ、まあ、ドキドキするけど、一回来たらこっちもやからな。一回来たら、なんとかなるやろと思うからな。これ俺や、これが俺やって言ったらいいね。これが俺やって言ったらいけるやろ。まあまあいけるわ。オッケーオッケー。これもまあまあ、かわいらしいな。かわいらしいな。これオッケー。転職どうぞ。な感じで、パレスとビビアン・ウェストウッドの T シャツ見ていきました。どう？なんか、俺のおっぱいみたいなんか。いや、俺ちゃうからな、これ。メカニカル、アニマルズ的な、メカニカルな感じやからな、これ。こうやったら、ほら、ちょうど良くない？ほら。ちょうど俺のパイパイみたい、ほら。で、こうやったら、ちょっと下げ気味やねんな、これ。で、このパイオツが俺な、結構評価高いで。97点。97点ぐらいかな。97点やな、これは。CD シングルのこのサイズがもうちょっと大きかったら、100かな。どうやるな、これ。これはな、ちょっとどう？これ。俺は大丈夫やねんけど、あかんかな？俺の基準としては、買う基準って、服買う基準は、こういう系ありやんか。こういう系の場合は、会社に着ていけるか行かれへんかで考えんねんけど、俺行けると思ったから、狙ったんよな。狙ってなんやかんや、これメカニカルやし。
意外といけんじゃねえのーと思ったけど、ちょっとこう見たら本物も見てもん。いやー、だから俺は、嫌いじゃないねんな。まあ、こういう時は、まあ、ライダースとか、なんか羽織入れてもいいかもかな。羽織入れたらそんなことなかったよ。どうやった？羽織ってみたら、なんとなく、かっこよくなかった。どう？こう、こう、羽織ったら、ちょっと、見えるよな、これ。ちょっと見えるよな。こう、こう。まあ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 、ええやろ、これ。これはこれでええやろ。これはこれでいいやろ、これは。もう、これはちょっとな、早く着ていきたいというか、初日、バージンがドキドキする。行った時に、初めてこれで会社行くのがドキドキする。その時の反応があってほしい。反応がなかったら逆に怖い。反応を示してほしい。これはまあドキドキやな、これ。ドキドキやけど、いや、これはな、いいで。やっぱな、ちょっとな、やっぱな、パレスさんは何枚か持ってんねんけど、こうやったら、こう、肩がこうなんねんな。S サイズ買ったんやけど、こうなんねんな。まあ、これは、サイズ的には、なんか、ちょっとちっこいんかな、シップさんよりは。こうなんねんな。まあ、これは特有の、なんかあるんやろな。なんか、それも何回も言われたわ、俺。なんか、パレスさんでこうやって、こうなるよな、って感じでな。ちょっとタイトなんかな。イメージがしぼさんに比べたらな。だからこれはな、嬉しい。嬉しい。もう上質やしな。上質やし、めっちゃテンション上がってる。だからこれを着ていくかどうかっていう、一歩、初めの一歩。100何巻もあるんか、200巻ぐらいもあるんか。あれ全部読もうと大変やな、初めの一歩な。あれな、初めの一歩な。初めの一歩行ったらもう楽勝。初日が大変。初日が大変やねんな。俺でも派手髪にした初日が怖いねんな。もう一回行っちゃったらもう楽勝やねん。この初めの一歩をちょっと、まあ、気に入ってるから、どうにか、チャレンジ1年生したいと思った、めっちでございました。めっちゃでした。はい、チャンネル登録、グッドボタン、こう上げとこう。グッドボタン、よろしくお願いします。どう?俺、これ好きやけどな。めっちゃでした。成功。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。